今回はちょっと楽しえ、楽しい。い。うん。あんまりこう肩肘張らずに、うん。って言ってもほとんどが肩肘張ってないんだけど、うん、そうだね、今ちょっと思ってた。うん。うん。それではあんまりこう、マジック見るぞみたいな、うん、いらない。ほう。全然いらない。気軽な気持ちで、そう。まあコーヒーでも飲みながら。うん。人間のその目の錯覚っていうのを楽しんでいただきたいなと。うんうん。では、はい、まずこういうプレートがあります。あ、懐かしい。うん、これ赤いボールで遊んでるので赤猫ちゃん。赤猫ちゃん。うん。で、マジシャンしか持っていないという不思議な定規、はい、これ錯覚定規と言います。おお。で、これで赤猫ちゃんの長さを測ります。はい、どのくらいでしょう。7よりちょっと出てるから 7.2。 はい。で、実はもう1枚、はい、青猫ちゃんっていうのもいます。うん。この青猫ちゃんの長さを測るとどうでしょう。 6.9 ぐらい。はい、はい。で、これからこの青猫ちゃん引き伸ばします。伸ばす、うん、はい。キューにゃーとすると、ほう、どうでしょう。結構予想してたより伸びましたね。うん、8ぐらいある。そうだね。うん。で、今度は逆に赤猫ちゃんがギュッと縮みます、うん、はい。これを測るとどうでしょう。6よりぐらい、 5.9 ぐらい。そうね。うん、思ったより縮んだ。そう、そうでしょう。うん。これ全部目の錯覚なんですよ。ああ。でも、うん、実際に青猫ちゃん伸びてるんです。あれ、本当だ、ちょっと待って。ちゃんとこう伸びてるんですよ。あれ、あの、なんかそういうさ、うん、よく有名なこうね、湾曲したやつってさ、うん、あるでしょ。うん、持ってた持ってた、幼稚園の頃とか、うん、遊んでたんだけど、うん、え、それ定規のこうトリックとかそういうことじゃなく、あれ、そんな短かったっけ。これが、まあ、錯覚定規というね、うん、うん、マジックで、うん、そういう、あの、カズが今言ったみたいに、あの、湾曲したものが2つあると、こう長さが同じに見えたり、うん、どうこうっていうのあるじゃない。あるある。そこにこう目をつけてトリックにしちゃったっていう。じゃあマジックなんだそれ。そうね、一応マジック。うーん。これが、ね、天陽の2001年を発表。21世紀。うん。で、その商品として最初売られてなくて、うん、プラスワンキャンペーンっていう天陽のマニアックな名称出てきた。天陽の商品を買ってついてくるシールを3枚集めて、うん、で、210円分の切手を同封して天陽さんに送ると、うん、デパートのコーナーでは販売していない非売品のマジック。 それを送ってくれるわけ。結構良心的だよね。そう、そういうサービスをやっていて、まあ言ってみれば210円で買うっていうような感じかな、うん、200円ぐらいで買うようなイメージなんだけど、
で、その非売品だったんだけど、あのマリックさんがテレビでやっちゃったんですよね。うん、でテレビだからあまりにも衝撃的で、ああみんなね、うん、うん、でマニアたちもざわついちゃったのよやばいじゃんこれって、うんうん、欲しいっつって、そう、じゃあ商品化しましょうっつって、あの商品化した錯覚定規というね、いう名称でそのまま売って、今やの錯覚定規デラックスという商品も出てて、これこのさ、うん、まあ、ラインナップで、うん、デラックスってどうデラックスになるんですか。いや、でかいの。あ、でかいんだ。でかい、あの小学校の教室でもできるような質量の話物理的にでかいんだでかいの。あ、デラックスなんだ、うん、あ、そう、デラックスなのに2800円とかそのくらいかな、うん、これは1,000何百円かな、うんうん、え、その湾曲した定規もついてくるの。あ、もちろんもちろん。もうこれそういうキーだもんね、うん、これがなきゃ。そうだよね、これが錯覚定規っていう名前だからさあ、そっか、そうそっちはあの猫ちゃんなのか。猫ちゃん、これ出演者だからあ、そっか、うん、すいません、あのメインの演者を忘れてましたこれターミネーターにシュワルツネッガー出てこないようなもんでしょそうなんで、ね、うん、全然違う脇役ばっかり出てきちゃう。サラとかね。やめて。サラばっかり出てきちゃう。失礼しました。うん、これが、主役、メインキャスト。そう。うんうん、ということで、トールちゃんなんですよ。え、これも？これもトールちゃん。そうなんだ。うん、こういうのもやるんだ。そう、幅がね。そうだよね、違う、ギミック系じゃね、ギミック系だったじゃん、うん、今までそう見せてくれてたやつって、うん、科学的なこともやるんだ。やるんですよ彼は。まあ、アイラブトールこと、と下の名前で距離感詰め始めたあれ、今までアイラブ鈴木だったよね。うん、そうね、あのちょっと全国の鈴木さんに申し訳ないかなと思って。いや、全国のトールさんにはこれ見てみな、裏にさ、錯覚スケールって書いてあるんだよ。え、見えるかな、焦点合ってるかな。あ、見えてる見えてる、錯覚スケール天陽ってなってるだろこれをさ、そうそう思い出したよ、あの米国に、うん、その昔遊びに行った時に、あ、あのギャラクティックストームの回で話してた時、え、違う時にも言ってたの、あのツーソン、あ、うん、うん、あのインターネットのマジックショップに俺がずっとねこう注文してて、うん、やり取りを始めて、うん、あのどうせやったら遊び来いよって言うから、うん、メールで、じゃあ行くよコーヒーでも飲みに来いよみたいなノリだったよね。で、じゃあ行くよって言ってね、うん、そしたらまあえらい歓待を受けて、うん、でその、まあ、お友達になったエモリっていうマジシャンのね、うん、お父さんと息子さん、息子っつってももう30、40ぐらい、うん、でその彼らにこれをあげたの。だったんだ、うん、でどうやるかっていうのはこうやるんだよっていう意味を込めて、ざっくりこう英語にしたもの、英訳したもの、うん、とあとマリックさんがやってるビデオを送ってあげて、わかりやすいね、うん、So excited って返ってきてめっちゃ喜ばれたじゃん、うん、世界の鈴木、世界のトールちゃん、トールちゃんさん間違えちゃった、そうそうそう、今日は鈴木さんじゃなかったね、今日はトールちゃんだから、うん、まあ、そうやってこうね日米の親睦を図ることもできたマジックということで、ね、錯覚定規でした。ありがとうございました。また来週。雑です。